皆さんこんにちは。実写東京リベンジャーズのバジ役で知られる永山絢斗さんが6月16日の深夜に大麻所持の疑いで警視庁に逮捕されたと報道され、世間を騒がせています。永山絢斗さんといえば東京リベンジャーズはもちろんですが、兄が実力派俳優の永山瑛太さんであることも有名ですよね。また映画東京リベンジャーズの後編の公開を控える中、なぜこのようなことになってしまったのでしょうか。今回は永山絢斗さんの逮捕についてや、大麻所持をリークした人物、大麻の入手先、結婚、彼女について見ていきたいと思います。まず永山絢斗さんの逮捕の報道についてですが、捜査関係者の話によると、自宅マンションには昨夜に警視庁の捜査員が家宅捜索に入り、自宅にいた永山絢斗さんから事情を聞いた上で逮捕したとのこと。このことから分かるように、永山絢斗さんと話した上で警察に連れて行かれたとのことなので、事実を認めたということで間違いないでしょう。さらに今回永山絢斗さんの薬物所持の疑いは知人からのリークがあったようです。捜査関係者は5ヶ月ほど前から粘り強く張り込みを続け、確証を持って家宅捜索に踏み切ったとのことです。なぜ永山絢斗さんのような人気俳優が薬物なんかに手を染めてしまったのでしょうか。やはり一般人にはわからない悩みが多くあるのでしょうか。知人の話によると、2022年春頃からどこからか大麻を自ら仕入れ、箱に入れ、台所に隠し持っていたという証言をされています。さらに永山絢斗さん本人は、偽物では意味がない、本物をやらないと格好悪いじゃんと言い、長年違法ドラッグを続けてきたそうです。また大麻入手先についてですが、 W という店舗から仕入れているといった情報もありましたが、この W という店舗がどこにあるのかは不明のままで、現在警視庁が徹底的に調べる方針と報道されていました。しかしネット上では W はウーブというクラブの名前が浮上していました。このウーブというクラブは過去に沢尻エリカさんが MDMA を入手して逮捕された場所でもあります。さらにはトレーダーとして有名なカズマックスさんもよく出入りしており、そのカズマックスさんも MDMA の所持で逮捕されています。クラブによく通っているお客さんの情報では、沢尻エリカや永山絢斗、そういえばよくいたなぁと話されていました。ウーブをよく利用していた方からすると、永山絢斗容疑者は常連さんと認識していたのかもしれません。渋谷は永山絢斗容疑者が住んでいたという目黒区自由が丘のマンションからも車で30分程度、電車でも東横線で1本とかなり交通の便もいい場所です。永山絢斗容疑者が大麻を入手した店舗 W がウーブと断定はできませんが、可能性は高いのかもしれません。次に気になるのが、永山絢斗さんに現在彼女やそれに近しい女性はいるのかです。調べてみると、現在半同棲状態の彼女がいることが分かりました。さらに驚きの事実が発覚。なんと永山絢斗さんの大麻所持をリークしたのはこの彼女だったのでした。報道関係者の話によると、9歳年下のモデル A 子さんと交際しており、A 子さんが永山絢斗さんの家にずっと通っており、半同棲状態になっているそうです。さらに A 子さんが自宅にある廃棄物などを警察に提出し、薬物検査をしたところ、大麻成分が確認でき、逮捕に踏み切ったとのことです。彼女にとっては大麻に手を出す彼氏を止めたかったという思いが強かったのでしょう。そしてモデルをしている年下彼女についてですが、名前などは明かされておらず、テレビやドラマに出るような有名なモデルではないのではないかと考えられます。現在分かっている情報は9歳年下とのことなので、1998年生まれの25歳で職業がモデル、交際歴は約半年といった情報だけでした。また今回の永山絢斗さんの逮捕の報道を受けて、兄である永山瑛太さんは、まあ俺は許さない、それだけですね、フォローするのどうのとか関係ないですから、絢斗が俳優になりたいっていうのはそれは自分で決めたことですから、俺は兄として応援していたかったし、とコメントを出されていました。次に注目が集まっているのが
東京リベンジャーズの映画の公開延期や中止の可能性も考えられることから、北村匠海さんへの同情が集まっています。北村匠海さんはこれまでに2回も共演者に逮捕者が出ています。今回の永山絢斗さんを合わせると3回目です。最初は2020年公開の映画とんかつ DJ あげ太郎で、公開前月に俳優の伊勢谷友介さんが今回と同じく大麻所持で逮捕されました。さらに同じく共演者だった伊藤健太郎さんが公開前日になってひき逃げで逮捕されています。ファンからは、北村匠海は共演者が大麻で逮捕される呪いでもかかってんの、北村匠海はお祓いしてもらった方がいい、主演映画が公開中止に追い込まれる危機に直面するの3回目、あまりにもついてない、災難すぎると同情や心配する声がネット上にあふれ、ツイッターでは北村匠海の名前がトレンドに入るくらい話題になりました。続いて、東京リベンジャーズ2の公開が延期されるのか、もしくは中止されるのかについてです。東京リベンジャーズは若者を中心に人気を博しており、最初の映画では興行収入40億円を突破するほどです。多くの方が今回の永山絢斗さんの逮捕の報道を受けて、通り部はどうなるの？と思った方も多いのではないのでしょうか。通り部の公式が16日に今後の対応について以下のようにコメントを出されていました。公開延期や中止などの可能性について、現状お答えできることがありません、お答えを控えさせていただきます、として、今後は何かお答えできることがありましたら公式サイトで発表いたしますと明かしました。おそらくではありますが、中止になる可能性はほぼ 0% であると考えられるでしょう。過去にピエール滝さんが薬物所持で逮捕された際には、予定通りに映画は公開されました。映画監督である白石監督はインタビューで、中止や延期しない理由について、作品に罪はないと話されていました。また2020年に公開された映画とんかつ DJ あげ太郎では、なんとメインキャストが2名も逮捕されています。伊勢谷友介さんが大麻所持、伊藤健太郎さんがひき逃げ、しかしこちらも問題なく公開されることになりました。このように考えると公開中止になることはないと考えられますね。先ほど例に挙げた映画は通常通りに上映されましたが、最近の緊急取調室が公開延期になっていることから、通り部も公開延期の可能性は高いかもしれません。いかがだったでしょうか。今回は永山絢斗さんの逮捕、薬物所持をリークした人物や彼女、薬物を入手した場所についてご紹介しました。芸能界は一般人からするととても大変な場所なのかもしれませんが、違法なことに手を染めることだけはやめてもらいたいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。